メリール・エリザベス・デイビスは、アメリカ合衆国ミシガン州出身の女子、フィギュアスケート選手。パートナーは、チャーリー・ホワイト。夫は、フィギュアスケート選手のフェドール・アンドレイフ。2014年、ソチオリンピック金メダリスト、団体戦道メダリスト。2010年、バンクーバーオリンピック銀メダリスト。2011年、2013年世界選手権優勝。 2009年、2011年、2013年4、大陸選手権優勝。2017年7月にフィギュアスケート選手のフェドール・アンドレーフからプロポーズを受けた。2019年6月にフランスのプロバンスで結婚式を挙げた。ミシガン州のロイヤル・オークに生まれ、3歳でスケートを始めた。1997年以来パートナーを組む。 チャーリー・ホワイトとは10分と離れていないところで生まれ育つ。2002年全米選手権ノービスクラスで2位となり、頭角を表し、2002から2003シーズンからジュニアグランプリシリーズに参戦。2003から2004シーズン全米選手権のジュニアクラスで2位。初出場の2004年世界ジュニア選手権では13位に終わったが、2005から2006シーズンには、 全米選手権、ジュニアクラスで優勝し、ジュニアグランプリファイナルで2位、世界ジュニア選手権では3位となる。2006から2007シーズンより、シニアクラスに本格的に移行し、グランプリシリーズに参戦する。NHK 杯では FD で史上初のオールレベル4を獲得した。全米選手権で3位となり、初出場の4大陸選手権では4位入賞。 翌2007から2008シーズン、エリック・ボンパール杯で、グランプリシリーズ初の表彰台となる3位。全米選手権では、自身最高位の2位となり、2度目の出場となった4、大陸選手権では初表彰台の2位となった。2008から2009シーズン、ロシア杯3位、スケートカナダでは、グランプリシリーズ初優勝し、グランプリファイナルでは、初出場3位。 5連覇をしていたタニス・ベルビン、ベンジャミン・アゴスト組が怪我のために欠場したこともあり、全米選手権で初優勝。世界選手権では CD4 位だったものの、OD と FD では3位。しかし合計得点では3位に0.04点、及ばず4位だった。2009から2010シーズン、ロステレコム杯と NHK 杯で優勝、2度目の出場となった。 グランプリファイナルで初優勝。全米選手権ではベルリン、アゴスト組を破りに連覇。初めてのオリンピック出場となったバンクーバーオリンピックでは銀メダルとなり、同じコーチの下で練習をしているテッサ・バーチュ、スコット・モヤ組と共に表彰台に上った。世界選手権では初の表彰台となる2位になった。2010から2011シーズン。 グランプリシリーズ2000とグランプリファイナルで SD、FD を通じて1位の完全優勝を果たした。全米選手権では3連覇。4大陸選手権と世界選手権では SD2 位となったが FD では1位となり、シーズンすべての大会で優勝を果たした。2011から2012シーズン、前年同様に、 グランプリシリーズとグランプリファイナルで完全優勝し、全米選手権では4連覇を果たした。圧倒的な強さを誇っていたが、4大陸選手権では FD で逆転を許し、2010年世界選手権以来2年ぶりにバーチュ、モヤ組に敗れて2位となった。2012から2013シーズン、グランプリシリーズで2連勝。グランプリファイナルでは、 史上初の4連覇を達成した。全米選手権は最多タイの5連覇。4大陸選手権でも優勝。世界選手権では自らが保持していた SD と合計スコアの歴代最高スコアを更新して2度目の優勝。2013から2014シーズンもグランプリシリーズで2連勝。グランプリファイナルは自身の持つ連覇の記録を5に伸ばした。 全米選手権の FD では参考記録ながら上限である119.50の満点を獲得しアイスダンス選手では史上最多の6連覇を達成。ソチオリンピックの団体戦では SD、FD ともに1位。FD ではシーズン3度目の歴代最高スコアを更新し銅メダルを獲得。個人戦では SD、FD ともに1位で。 歴代最高得点を更新し優勝。FD の演技構成点では史上初の10.00満点を出した。アメリカのアイスダンス選手がオリンピックで優勝するのは初めてのこととなる。五輪後に出演したアメリカの ABC で放送されたダンシングウィズザスターズのシーズン18では優勝した。アメリカフィギュアスケート協会によるプロファイルメリル・デイビス チャーリー・ホワイト・ハット・ AB ・アメリカ・オリンピック・委員会、ニによるメリル・デイビスのプロフィール・ハット・メリル、デイビス・フェード・アレイブ、S ・ウェディング・アズ・ A、プロヴァンソル・ドリーム、バンクーバー・オリンピック最終予選。国際スケート連盟主催。デイビス、ホワイト・マイン・ミドル・イースト・フォー・ニュー・フリーダンス2020、2021ISU グランプリシリーズは、非公認大会。 新型コロナウイルスの影響で変則開催のため ISU の公認記録に反映されない。また世界ランキングのポイントも付与されない。各大会の出場者を地元選手や開催国に拠点を置く選手らに制限しており公平性を保つため。国際スケート連盟2020年10月26日フィギュア、今期 GP は特典非公認変則開催で。 日本経済新聞。https://r. 日経 .com スラッシュアーティクルスラッシュ dgxlsxk20048x21c20a 000000?s イコール62021年9月6日閲覧。ありがとうございます。